So, willkommen zurück zu Shin Megami Tensei D2 Liberation. Und wir schauen uns weiter die D2 Quests an. Heute mit Aileen. Und ja, schauen wir doch einfach mal. Viel Spaß! でさ、食べながらでいいから、ちょっと相談乗ってくれない？いいのいいの、今お客さん少ないから。あたしさ、ラノベ作家とか目指してるでしょ？書いたものネットにあげたり、出版社の賞に出したり。結構受けいいんだよ。ランキング割と上の方だし。賞も1次2次選考くらいは大体行くんだよね。でも、はあ、いつもそこまで止まりって感じでさ。もしかしてなんだけど、ラノベ作家って意外となるの難しい？ネットにもそう書いてあったし、あんま見ないようにしてたけど、でもでもいい線いってるのは確かだから、あと一押しだと思うんだよね。それで今日あんたに来てもらったのは他でもないわけ。ちょっとテーマを変えてみようと思うんだ。いわゆる題材、なんかアイデアないかなって。今日はお呼びしたわけよ。というわけで、私にビビッとインスピレーション与えちゃってよ。いや、他のメンバーにもアイデアは聞いたんだけどね。もう全然ダメ。トリガーハッピーのアメリカ親父が活躍するガンアクションとか、俺の妹が激グロスプラッタとか、全員全裸の格闘バトルとか、唯一神シオニアンを称える聖典とか、一体どんなラノベよ。フリーダムすぎんのよ。何でもありったって限度ってもんがあるでしょう。まあそんなわけで、常識人っぽいあんたに登場願ったわけよ。さあほらほら、なんかいい小説のテーマはない？日常ね。私たちの日常って言ったら悪魔とのバトルだけど、そういえば私たち悪魔と話せるんだよね。あ、そっか。悪魔と話してみたらなんか新しいアイデアがひらめくかも。それって私にしかできない取材ってやつだよね。それに美少女悪魔ちゃんとお近づきになれるかもだし。うん、ナイスアイデア。それじゃ早速ナンパ、もとい取材行こうと。その前にまずは情報が必要よね。悪魔なんて闇雲に探しても見つかるわけないし、とりあえずアリサちゃんとこ行ってみよう。バイトももうすぐ上がりだから、アジトで待っててくれる？おっと、その前にお会計1674円になります。高くない、チャージ料込みだし激安よ。それじゃ毎度ありがとうございました。
こんにちは。二人とも、まだ生きることに飽いていないのね。特にアイリーンは、飽きっぽそうなのに。まだ飽きないの？もう、アリサちゃんったら相変わらずなんだから。でもそこがツボ、たまらん！いい匂いのする不思議ちゃん、私断然押せる。スンスン。ねえ、そこのあなた、人間を生贄に悪魔召喚したら何が出てくると思う？スンスン。例えばこの変態女子とか、いい生贄になると思わない？案外鬼畜なのね。死ねばいいのに。それで今日は召喚するの？ドリップしてた。一体何が？まあいいや。今日はアリサちゃんに悪魔のことを聞きに来たのよ。美人とか可愛いとか、そんな感じの女子悪魔ちゃんたち。できれば召喚じゃなくて街にナンパしに行きたいんだけど、そういう悪魔のことなんか知らない？それは誰とでも寝る悪魔ということ？そう、それって、いやいや、そうではなく、ジョークよ、ハルキジョーク。ああ、それね。そう、いわゆるハルキ、つまり小説よ、小説。小説のネタになってくれそうな悪魔を探しに行きたいの。取材だからね。できれば足で稼ぎたいじゃん。だから召喚じゃなく、街にいるはぐれ悪魔みたいのがいいのよ。どう？なんか情報ない？そういうことなら、美女でネタもくれそうな悪魔、それの目撃情報があった場所、しかもその悪魔、芸術や文学の才能をくれるみたいよ。マジ？はあ、さすがアリサちゃん、惚れる、惚れ直す。じゃあ早速行ってみるね。今度デートしようね。大賞取ったらごちそうするから。大丈夫かしら。はぐれ悪魔なんだから友好的とは限らないのに。さあどうかしら。でもそうね、ともすれば生きることに飽いてしまいそうな私だけれど、あの子だけは見ていて飽きないわ。アリサちゃんのメモによると、目撃情報のある場所がいくつか書いてあるのよね。でまずはここに来てみたけど、この辺に、わっ、ね、わーお、お目当てじゃないけど早速可愛い子発見。はあ、何よいきなり。目当てじゃないとか失礼なやつ。ああ、ごめん、そういう意味じゃ。今探し人ならぬ探し悪魔中で。でもあなたなら大歓迎っていうか。ねえねえ、ちょっと私と女子トークしてかない？ナンパってわけ。いいよ、それじゃあ私といいことしてくれたら付き合ってあげる。いいことってなんだろう。もちろんお食事よ。デビルダウンロード。
少しは力になれたかな。はあ、びっくりした。ごめんね、なんか。やるじゃん。結構強い人間みたいだし、話くらいは聞いてあげるよ。ありがとう、猫ちゃん。実はさ、ラノベのネタ探しを。げげ、もしかしてオタク的な話？無理無理、私そういうの無理。悪いけどパス。そう言わずに。私これから軽くサバトだから、そんな暇ないの。じゃあね。そんな、もう取り付く島がないってああいうのを言うのよね。うちの妹や弟もさ、たまにそんな時あるけど。そんなことないよ、超仲良し。弟も妹も私の自慢よ。弟はすっごい絵が上手くてさ、できれば美大とかいい専門学校とか行かせてあげたいんだよね。妹もね、ダンサーかデザイナーになりたいんだって。実際ダンス上手いしセンスも良くてさ。お、何？もしかして姉バカとか思ってる？ま、いいけど、信じなくても本当なんだから。でもさ、二人とも好きな道に進ませてあげようと思うとお金かかるでしょ。絵もダンスもデザインも。ただでさえうち父親いないし、母親も体丈夫じゃなくてさ、ザ・貧乏って感じ。だから私がラノベで一発バーンと当てて、夢の印税生活を目指さないといけないわけ。そういうわけだから、めげずに次行こっか。今の猫ちゃんはアリサちゃんの教えてくれた悪魔じゃないし、探せばきっと見つかるはずよ。目当ての悪魔ちゃんいるかな。私の運命を変えてくれるファムファタール。あれ、なんか意味違った？当たらずも遠からずでしょ。探してるのはリャナンシーって悪魔だよ。芸術的才能を授けてくれるって言ってたよね。しかもめっちゃ美人。多分いい匂いもすると思う。お、発見。今度こそ間違いないよ。はーい、リャナンシーのお姉さん。わお、こうして改めて見るとマジ美人。そんで足がマジ綺麗。おー、サワサワしてスースーしたい。私に何かご用かしら、失礼なお嬢ちゃん。これじゃ猫又ちゃんの二の舞に。あのね、私こう見えて小説家みたいなあれなんだけど、ちょっと取材させてもらってもいいかな。悪魔をテーマに小説を書いてみたいのよ。あなたが小説家ね。とてもそうは見えないけれど。まあ人は見かけによらずって言うじゃない。コスプレしてるからってその作品が好きとは限らないみたいに。よくわからない例えだけれど、まあいいわお嬢ちゃん。でもどうして私なのかしら。取材なら他にも悪魔はいるわ。
実はね、アリサちゃんっていう私のスールがいるんだけど、その子が教えてくれたの。あなたが小説の才能をくれる素敵な悪魔だって。さあ、ぜひとも私に偉大な文学の才能をお願いします。面白い子ね。いいわ、それなら試してあげる。私は私が愛した人間にしか才能は与えない。そして弱い人間を愛することは決してない。いえ、それってつまり、やっぱり力を示せ的なやつ。準備完了、行くぞ。援護射撃です。少しは力になれたかな。弱くはないよね。もっとも強くたって死ぬ時はあっけないものだけれど。心配はいらないわ。死亡フラグ全部ぶち折る勢いで生きてる、それが私。あら、そうなら残念ね。私といると早死にするわよ。どうして？呆れた。私がどういう存在なのか知らずに声をかけてきたの？私は妖精の恋人。愛した相手に再起を授け、その対価として生気を奪う。私に愛された人間は私に寿命を捧げることになる。才能と引き換えに遠からず死ぬことになるのよ。お分かり？そんなの聞いてないよ。っていうか無理無理、それはダメ。私が死んだら誰が妹と弟の面倒を見るのよ。あの子たちが立派に成長するまで死ぬわけにはいかないって。そう、それじゃあ私は行くわね。どうしよう。才能は欲しいし、でも死ぬのはちょっと。ここまで来てそりゃないよ。あ、そうだ、そういえば私取材が目的だったんだ。才能をもらうとかは二の次だったんだよね。いや、なんていうの、もらえるものはもらっとけみたいな、そういうところあるんだよな私。うん、まあそういうわけだから、リャナンさん、私かしら、お嬢ちゃん。その才能とか正規とかそういうのは一旦なしで、単にいろいろお話しするだけとかそういうのはダメ？うん、にゃんちょこも差し出しますが。面白いわね、あなた。俗っぽいかと思えば違う面もあるみたいだし。家族を大事に思う人間のこと、私は嫌いじゃなくてよ。いいわ、少しだけ付き合ってあげる。少しだけね。キャッホー、ありがとうお姉さま。それじゃあ協力をよろしくね。小説のテーマを探すお手伝い。その前に一つだけ聞いていいかしら？何でしょうお姉さま。
あなたは一体どんな小説を書いているの？それはですね、一言で言うとユリッセ。あら、言わなかったかしら。言ってないよ、寿命と引き換えなんて。文豪というものは命と魂を削って作品を表すものよ。あなたも恰幅する覚悟で取り組んでみたらどう？いや、文豪って私のはライトなノベルなんだけど。何にせよ、よかったじゃない。お近づきになれたんでしょ。悪魔に小説の取材をするなんて興味の沙汰。私は好きよ。取り込まれて破滅しないようにね。いえ、その方が幸せかしら。それじゃ、生きていたらまた会いましょう。なんかさ、アリサちゃんってさ、好きあらば私を死なせようとしてくる気がするんだけど。やっぱそうだよね。好きな子はいじめたくなる的な。お話は終わったのかしら。うん、お待たせしてごめんね、お姉様。それにしても変わった店ね。どうしてみんな水着なのかしら。メイド姿の娘もいるわね。メイドはロマンだからね。そこに水着が加わればロマン2倍。ロマン、不思議な言葉ね。人間は冒険にも恋愛にも戦争にすらロマンを感じる。あなたたちの言うロマンって一体何なのかしら。それはまあ、非日常ってことでしょう。お金を稼ぐために地味にバイトしてるときはロマンを感じないけど、一攫千金を狙って挑む大博打にはロマンがあるじゃない。そういうことだよ、多分。へえ、さすがは作家さんの卵といったところかしら。でもいいの、あなたその地味なバイトの最中なのではなくて。ああ、大丈夫よ。今、お客さん他にいないし。お姉様は見えてすらいないしね。それより本題。早速、新作のネタを考えたい。ねえ、お姉様。なんかいいアイデアないかな。そうね。あなた、最初に言っていたわね。悪魔を題材にしたいって。それなら、あとは様式を決めればいいのではなくて。様式？つまりジャンル？となるとやっぱりユリかな。あ、そしたら人間の女の子と悪魔の女の子の恋愛とかどうかな。なんかこう背徳感2倍って感じでいいかも。ねえ、お姉様は人間と悪魔の恋ってありだと思う？そうね、悪魔と人の恋の物語なら昔からたくさんあるよ。人魚に妖精、獣、それに私にも。けれどその物語が幸福な結末に至ることは滅多にない。どうしてだと思う？ルーキーはどう思う？どうして悪魔と人の恋はいつもバッドエンドなのかな。そうね、いけないことをした者は破滅する定め、因果応報。それもあるのかもだけど、それだけじゃない気がする。つまりその方が面白いからなんじゃないかな。切なかったり胸が苦しかったり、そういうのみんな好きなんだよ。だ
ってそれって非日常でしょ？ロマンってやつ。でも私はやっぱりハッピーなのがいいな。初めは貧乏でもいつか大金持ちになるの。許されない恋でもいつか祝福されるの。そういうお話を私は書きたい。やっぱりあなた。ありえないわね。え？人間なんて悪魔をもてあそぶだけもてあそんでポイッと捨てるのに、結ばれてハッピーエンドなんてありえない。何よ、いきなり出てきて。私が現実を教えてあげるわ。死になさい。準備完了、行くぞ。少しは力になれたかな。本当に気に入らないわ、人間。この私を捨てるなんて。何だったんだろう。大方人間の飼い主に捨てられでもしたのではなくて、よくあるお話によくある結末よ。むしろそれが自然と言ってもいいね。えお嬢ちゃん、それでもあなたは幸福なお話を書くの？人と悪魔が結ばれる幸せなお話を。もちろんよ。だって私書きたいんだもん。そんな物語を書きたいって気持ちが心の奥から湧き上がってくるのよ。ふつふつとね。なるほど、抗えない創作意欲ということかしら。創作者のさがといったところね。それはそれで素敵だわ。あ、いや、すみません、ちょっと嘘つきました。ぶっちゃけその方が売れそうかなって。やっぱりうつ展開は嫌われがちじゃん。私がラノベ書いてるのは売れてお金持ちになるためだし、やっぱ売れないとね。やっぱり面白いわね、あなた。いつか誰かが言っていたわ。面白い物語を書く人はその人自身も面白いと。きっとあなたは面白い物語を書くわ。もう行っちゃうの？お姉さま、言ったでしょ、少しだけって。それにあなたに私の力は必要ない。一人で物語を生み出せるわ。確固たる自我、独創的な価値観、それでいて本質を捉えている、したたかに作品を生み出す才能、あなたにはきっとあるわ。私が才能をあげる必要なんて最初からなかったのよ。お姉さま、いや、そんなに褒められると照れちゃうな。やっぱりそうだよね。参ったな。答えとしての私が再びあなたとまみえることはきっとないけれど、それでも思っていてあげるわ。その物語で幸福な結末が迎えられるよう。うん、ありがとね、お姉様。
悪魔にもいろいろいるんだね。そりゃそっか、人間だっていろいろいるしね。さて、それじゃあ帰って早速執筆と行きましょうか。へへ、もうね、未来のだけどね。さあやるぞ。内容はもう決めたんだ。聞きたい？ね、お団子頭の女の子と悪魔のお姉さまの恋の話。出会った二人は惹かれ合い、やがて恋心が芽生えるの。二人の恋路を阻む悪しき人間と悪魔たち、それらを悪魔召喚アプリを使ってバッタバッタと投げ払い、あれ、なんかバトルものになっちゃった。まあいっか、それはそれで売れそうだし、したたかにって多分そういうことだよね。完成したらあんたに一番に見せるから、楽しみにしててね。 So, und damit haben wir auch Aileen in ihrem Limit Break für bis Level 50. Haben noch ein paar vor uns, aber ich hoffe, das hat Spaß gemacht, auch wenn es mal wieder eine komische Story war mit ihren tollen Light Novels. Danke fürs Reinschauen. Ciao!